アイテム番号 SCP-326JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-326JP はサイト81の対コルーム内に備え付けられた専用のミニチュアモデルケースに保管してください。実験はセキュリティクリアランスレベル3以上の研究員の立ち会いのもと、B クラス職員を用いて行ってください。SCP-326JP を用いたあらゆる実験は現在サイト、81、管理者によって禁止されています。説明。SCP-326JP は SCP-326JP1 と SCP-326JP2 の2つからなるオブジェクトです。SCP-326JP1 は1024個からなる48分の1スケールの歩兵、騎兵、砲兵を模したオブジェクトの集合体です。歩兵、騎兵、砲兵の割合は6対1対1です。オブジェクトは256個ごとに赤、青、緑、白に塗り分けられています。材質はメタルフィギュアに用いられる一般的なホワイトメタル合金の組成と同一です。SCP-326JP2 は SCP-326JP1 を用いたアクチュアルウォーゲームのルールブックです。表面は非常に劣化が進んでおり、出版社名などは判読できませんが、ルール部分は判読可能です。16世紀から20世紀初頭にかけての戦闘を戦術レベルから戦略レベルで再現するためのルールと、実際に遊ぶためのシナリオが、小さなフォントでページ全面に書き込まれており、判読には若干の困難が伴います。財団は、妄想を伴う統合失調症により制限行為能力者となったアクチュアルボードゲーマー、死の所持品の中から、これを発見しました。死が残したメモには、このアクチュアルウォーゲームを遊ぶごとに、自身の歴史に関する記憶と世間のそれとが合致しなくなると書かれていたため、財団はこれを収容し、実験対象としました。SCP-326JP を用い、歴史上のイベントをアクチュアルウォーゲームとしてプレイした場合、プレイヤーの自由意志に関わらず、史実と寸分違わぬ展開と結果が出されます。しかし、プレイヤーは史実と異なる記憶を抱くようになります。以下はその実験記録です。実験内容。史実との被験者の記憶の乖離、アウステルリッツ三帝海戦。被験者。B クラス被験者2名。結果。ナポレオン軍の勝利。被験者は、史実ではダブーの増援の到着の遅れでアウステルリッツでナポレオンは敗北と主張。実験内容。ゲティスバーグの戦い。被験者。B クラス被験者2名。結果。北バージニア軍の敗北。被験者は、史実ではゲティスバーグの戦いの南軍勝利によりワシントン全面まで南軍が殺到したと主張。実験内容。不仏戦争。被験者。B クラス被験者2名。結果。フランスの圧倒的敗北。被験者は、史実ではフランス軍のゲリラ戦によりプロイセン軍は泥沼に陥り長期戦になったと主張。このゲームはそれを反映していないと抗議。インシデント326JP1 上記実験終了後の1990年月日に博士による収容違反が発生しました。ボードゲームマニアである博士はB クラス職員を用いず自身で SCP-326JP の特質に迫ろうとし、後輩であり同志である。研究員と共に SCP-326JP をプレイしました。以下がその結果です。実験内容。史実との被験者の記憶の乖離、シュリーフェンプラン。被験者。博士と、研究員。結果。マルヌ海戦でドイツ軍敗北。
第一次大戦は長期化。博士は、史実ではマルヌ海戦でのドイツの勝利により第一次大戦は短期に終結したと主張。以下は、収容違反実験を行った、博士へのインタビュー記録です。対象、博士。インタビュアー、研究員。録音開始、1900年月日。研究員、あなたは、博士ですね。博士、そうだ。まだ私の財団席が無効になっていないとすればだが。研究員、あなたはマルヌ海戦でドイツが勝利し、第一次世界大戦は短期間で終結したと証言していますね。博士、ああそうだ。その結果、君たちの言う第二次世界大戦も生じなかった。研究員、それは私たちが認識している歴史とは大きく異なります。SCP-326JT を通じ、あなたはミーム汚染に暴露したのではないかと私たちは考えています。博士、その可能性はある。しかしミーム汚染ならば、ゲームの勝敗に左右された認識を抱くのが常道ではないだろうか。研究員、なるほど、論理的な仮説です。ではあなたは、ミーム汚染以外にこの事態を説明できる仮説を持っておいでですか？博士、言いにくいことなのだが、このミニチュアボードゲーム自体が歴史改変オブジェクトとしての性質を持っている可能性がある。ゲームをプレイした者には影響を及ぼさず、他の人々を改変するオブジェクトとしての、私がミーム汚染を受けたのではなく、君たちが第二次世界大戦が起こった世界の住人へと改変されたのではないかという仮説を私は抱いている。研究員、その場合我々がこのような形で存在している可能性は低いと思われるのですが。博士、実際、ある程度以上の歴史改変は修復しがたいレベルの現在の改変をもたらす。その結果を私は目の当たりにしている。研究員、何のことです？博士、君は、一体、誰かね？録音終了、1900年月日。終了報告書、博士には重篤な事実認識誤認の影響が認められた。しかし他の精神状態は安定している。これについて、より一層の調査を求める。この報告を受け、サイト、81、管理者は、SCP-326JT が、歴史改変をもたらすオブジェクトである可能性がある、とし、新たなる実験の禁止を命じました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひ、チャンネル登録、またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。